皆様ごきげんよう。香港の日本語教師のまさみでございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は第50課の謙譲語の2番ですね。謙譲語ですから、たくさんこのビデオの中でも敬語で話したいと思っておりますが、私もあまり敬語が得意ではございませんから、たくさん全部丁寧形になってしまうかもしれません。頑張ってまいります。では私は今香港に住んでおります。毎日香港の人やさまざまな国の方に日本語を教えております。それから、そうですねそれから、私は日本の北海道から参りました。私は、最近毎日広東語と中国語を勉強しております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。では皆さんお待たせしました。この謙譲語ですね、謙譲語のハンブルフォームの、今は1です。まずはじめにこのおで、ここマス形ですね、マスフォーム、おマスでします。でグループ1にはおを使いますが、グループの3、ね、グループ3は語を使います。の理由はグループと1と2は和語、オリジナルジャパニーズね。でグループ3は漢語、オリジナルチャイニーズを使っているパターンが多いです。おと語については前にビデオを撮ってあります。ちょっと先週のビデオを見てみてくださいね。では一緒に練習しましょう。でまずはじめにこのおますします、ごますけします、このパターンは一つ大切なことがあります。これね、会話の相手、カンバセーションパートナーね、どいわげどいじょんね、のに関わる、ね、関係するの動詞だけこのパターンを使うことができます。ちょっと英語でも話しますね。ディスクラマー、ね、メインポイントね、 One thing we cannot forget is、ね、It's very important This expression is only used when it is related to the conversation partner、ね、中文说的是ね、じゃあやんだね、表現ね、をますします、ごますします、只可以用来なんか表現跟那个对话的对象有关系的时候才可以用这个表现ね。比如说ね、例えば私は家へ帰ります、I go home ね、私は家へ帰ります、I just go home myself ね。で with the conversation partner like 社長とか部長、お客様の related then we cannot really use this form like other things. For example, 歩きます I just walk、ね、I walk myself then this one also 因为なんか走路、ね、跟なんか、我的なんか公司的 boss、ね、没有关系的时候呢不可以我自己走路、ね、then起きます起床ね、 I get up also I just get up myself it's not related to nothing to do with the boss or customer then cannot use、ね、this form with this one ですね。 most like 自動詞ですか、自動詞ね、大部分の自動詞不可以なんか用这个表现、ね、これ気をつけてください、请你注意一下、ね、そしてじゃあちょっと読みましょうね。 let's see ねをマスケします。グループ1、動詞の、ね、グループ1、グループ2です。予定表、スケジュール、ね、予定表をお送りします、ね、予定表をお送りします。これ私はあなたに予定表を送りますよ、ね、I send you、まあ、You is like a boss、ね、or customer I send you the schedule、ね、スケジュールチャート、ね、Itinerary、ね、これを送りします。でお送りしますですね、Don't cut here ね、切らないでくださいね、お送りします、ダメです、お送りしますね、お送りします、これマス形を使います、マスキャンセル。次いきます。予定についてお話しします、予定についてお話しします。これabout the schedule、ね、I talk to you、ね、I talk or I speak on the schedule の話しますマス形に お、ね、お話しします、お話しします、これも I tell you、ね、そうお話しします、ね、使
いますそれから5グループ3のパターンですね予定をご説明しますで説明書面ね本来是中文ねそれ可以用那个語ね不可以用語ね予定あの It's originally Chinese ね Chinese word two Chinese character together usually originally Chinese ね Then we can use 語です語はダメです予定をご説明します、ね、予定をご説明します Explain to you ですよね So no, we can use this one ですで、ね、もう少し見ましょう Let's see more example ねこれはあの簡単な問題です Kind of easy quiz ね一緒に考えましょう、ではいきます緑のペンでいきます雨が降っていますね、ね、雨が降っていますね Oh, it's raining 傘をしましょうか傘をしましょうかどんな動詞がいいと思いますかはい、そうです貸しますだよね、レンでねかおー、危ないちょっと待って貸し危ないですね、ごめんなさい ね傘をお貸し見えますか大丈夫かな貸しね傘をお貸ししましょうか Shall I lend you an umbrella? ね我给你借那个一把雨伞忘れましたねあの傘アンブレラ言うさん、ね、で次ですね先生お茶をしましたのでどうぞ先生お茶をしましたのでどうぞ何でしょうお茶はいこれね入れますです入れこれねお茶を入れますで make tea ねあのこれ例えばカップあすみませんカップありません、ね、こうカップにこうプアこれも入れますですか Another one is really の making tea、ね、コーヒーを入れますとかあのお茶を入れます紅茶を入れますは make tea ですね、 でねお茶をお入れしましたのでどうぞでここで just double check ねあのでの前見てください。しましたですよね。で、あのこれはのでの前はここが敬語の時 when it's respect form ね。敬語の時すいません。ごめんなさい。アラームが鳴ります。あの敬語の時敬語のあのここですね。ここはのですますを使います。で、あの敬語じゃないときだね。If it's just normal, あの polite form ね。丁寧形のときは、のでの前は普通形にしなければなりません。例えばね、あの Because I get up early in the morning, so I go to bed early. 明日早く起きるのでを起きなければならないので、ね、起きるので起きなければならないので。でも丁寧形では、例えば、明日、早く起きますので、ね、とかと起きなければなりませんの ですね、あの気をつけてくださいこののでは、みんなの日本語の、ね、39課、ね、レッスン39、ね、この本 の39課を見たら When we see あの39課ねでここで39巻あ違うかな文型外ですかねあの39巻でここののでの前はあの普通形と私は説明していますこれは普段ですよねあのピニッシュねイーバンダッシュの方ねインガシュアの、カジュアルフォームねあの because ねので in front of のでねあの usually we use あのカジュアルフォームです but when it's respect ね敬語 then we use ねポライトフォームですますのでですね気をつけてください。Be careful ね。ではね、次いきます。この本をしてもいいですか？この本をしてもいいですか？どんな動詞がいいでしょう？これはね、借りますがいいですね。借ります。May I だよね。手もいいですかだからね。Walk
可不可以ね、May I do this? で、May I borrow this book? ね、この本をお借りしてもいいですか？またよろしいでしょうか？ですね、次いきます。先生をパーティーに go したいと思います。先生をパーティーに go したいと思います。何がいいでしょう？これは招待がいいです。ちょっとスペース足りないかな。招待。ごめんなさい、こんな感じで招待。で招待、あのプトンのジャオタイでね、あジュードイね、コントンはね。でこれあの招待はインビテーションで、トゥーチャイニーズキャラクター、グループ3です。でこれこう前がね5ですからね、5ですから must be グループ3です。グループ3です。でご招待です。先生をパーティーに呼びますでね、 call teacher ね to the party。 でも呼びますはグループは1ですから、ここには5がありますからね、このコンディションでは入れることができません。もしテストの時には気をつけてくださいね。ではね皆さん、動詞のもうちょっとだけ、ごめんなさい、ね、もうちょっとだけね、ここのこのパターンね、をマスケします、ごマスケします、の一つ目のインポータントリマインダーね、ワンインポータントリマインダーは会話の相手だよね、あの related to the conversation partner only can use this one。 あとグループ2セカンドポイント ね、 これね、グループ1とグループ2はおですよね、でグループ3はごですね。それから the third one is ね、あの some verb ね no suitable for this one。 for example ね、します because をします。ちょっとありとびストレンジ、cannot use ね。それから、これね、あります。ありますだけ、existing ね。で、これね、をありしますも、なんかありとびストレンジ、cannot use。そして、それからこれですね、このタイプね。あの、ますの前が、ひらがなが一つ。見ます寝ます来ます where? 来ますそれから、to stay? います。そして one more ね、来ます to come ね、のこのタイプ、ますの前漢字、あひらがな一つはこのタイプに、あのあまりしません、いやあまりとか全然しません、ダメです、気をつけてください。そして、このの related タイプだね、例えば私は、例えば I enter myself、 私は部屋に入りますとか、私はシャワーを浴びますとか、私はプールで泳ぎます、このあの図地図だよね、 I do something by myself、 あの not related to the conversation partner especially those who you are supposed to respect now、ね、あの we don't use this form です。本当にあのちょっとここは複雑ね、 a little bit further ね、あの良い点 further ね、それちょっと気をつけてください。じゃあここまでにしましょう、また次のビデオでね。ここまで見てくれてどうもありがとう皆さん、じゃあねバイバイ。